も。やーちゃん。ほら、ほら。やらちゃんも生着替え。はい、生着替え。生着替え。どんな店だよ、ね、生着替えさせるって。え、脱いでいいんですか？あ、かっこいいよ、結構脱いでいいんですか？脱いで、うわー裏で着替えてくれない。びっくりした、本当に脱ぐかと思う。盗撮盗撮盗撮。すごいね。すごい、だって俺プリントだったら分かるんですけど、これ刺繍ってところだよ。これはすごいわ。編集してカットカットするんだから。カットカット。でも生着替えのシーンはちゃんと流すよ。え、そろそろヤダちゃんが着替えて終わるぐらいじゃないかと。あ、来ました。ちょっと大きいだ。大丈夫大丈夫。お、いいじゃん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 。いいじゃんいいじゃん。そこのサイズだって。ああ、そっか。ブカ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 。ちょっと詰めないと、ちょっと詰めないと詰めないと。あ、ありがとうございます。いや、これはちょっとびっくり、びっくりした。本当びっくりした、これは。来年は何くれ。来年、11年ダメだな。20年な、次20年、ね、20年、私もいないかもしれないけど、まあ20年頑張ってよ。あ、もう無理だよ。いないかもしれない。無理無理無理。まあいたらやってあげるからさ。じゃあ次は何しようかね。パンツ。パンツに番犬入れる。パンツ。パンツとブラジャー。下着に行く。そうだ、ブラジャー俺もらっても困るんだよ。どうもそうだ、ブラジャー。がこうパンツに番犬。さあここで生着替えするのまた。オリジナル商品。すいません。本当ありがとうございました。よかったら。お店来てください。はい、ありがとうございます。制服にさせていただきます。これ制服ですよ、絶対に。次、ゆりちゃんにも着せないとね。